俺の名前は山田。鷲ヶ島組に最近入った24歳独身だ。高校時代の俺は荒れていて、毎日遊び歩いていた。大学に行って心を入れ替えて、一流企業の就職を目指したんだけど、あっけなく挫折。高校時代のヤンキーの先輩に誘われ、ヤクザの世界へ入ることになった。昔から人当たりはいいので、最近は若頭に気に入られていて、二人でジムに通うことが多い。若頭は気に入ってる人には優しいが、それ以外の人にはとても冷たい。俺は若頭のそういうところが正直苦手だった。ある日、若頭とジムに向かう途中の道で、お腹を抱えて苦しんでいる女性を発見した。女性は、うーっとうめきながら、なんとか立ち上がろうとしているが、なかなか立ち上がれない。俺は一体何事だろうと、少し立ち止まって女性を観察した。よく見ると、女性のお腹はかなり大きいので、おそらく妊婦だろう。赤ちゃんが生まれちゃう。どうやら陣痛が始まってしまったらしく、痛みで動けないらしい。誰か助けて。妊婦は苦しそうにそうつぶやいている。おい、何してんだ、早く行くぞ。若頭は俺の前を歩いていたので、俺が立ち止まってることに今気づいたらしい。すみません、先行っててもらえますか。俺ちょっと、あの人の様子見てきます。俺は若頭にそう言うと、妊婦の元へ駆け寄ろうとした。しかし、若頭に肩をガッと掴まれ、駆け寄ることはできなかった。何？知り合いなの？いやー、全然知らない人ですが、困っていそうなので助けようかなと。ああ、放っておけよ。でも放っておいたら、あの人も赤ちゃんも大変なことになってしまうかもしれませんよ。そんなの、俺たちには関係ねえよ。でも、じゃあさ、むしろもう手遅れだったらどうすんの？親切で助けてやっただけなのに、責任取れとか言われたら、金も地位もないお前に責任取れんの？それは、ほら、トレーニングする時間がどんどん減っていくだろう。早く行くぞ。はい。若頭に逆らうことのできなかった俺は、泣く泣く妊婦を置き去りにして、その場を立ち去った。しかし、どうしても妊婦のことが気になって仕方がなかった。妊婦がいた道は、あまり人が通らない道だ。俺と若頭は毎日のように通っているが、いつもすれ違ったとしても2、3人くらいで、基本は誰も通っていない。そんな道だから、偶然誰かが通って妊婦を助けてくれる可能性は低い。もうすぐ、若頭が必ず寄るコンビニがあるから、若頭がコンビニに寄ってる間にこっそり戻ろうか。俺はそんなことを思いながら歩いていた。じゃあ俺、水買ってくるわ。お前も何か買う？思っていた通り、若頭はコンビニに寄ろうとしている。俺は今日もマイボトル持ってきたんで、大丈夫です。待ってます。ごゆっくり。そう言って俺は、若頭がコンビニに入ったと同時に、携帯を取り出した。一度はこの隙に、こっそり戻ろうかと思ったんだけど、さっきの道まで戻るには少し遠い。若頭が出てきた時に俺がいなければ、助けに行ったのはすぐにバレてしまうだろう。そこで俺は別の手段を考えた。俺の学生時代のバイト仲間である武田が、この近くに住んでいる。武田は昔からすごく親切なやつで、人が困っていたりすると必ず声をかけるようないいやつだ。あいつならきっと妊婦のことも迷わず助けてくれるだろう。とはいえ、あいつが今この辺りにいなかったらどうしようもないだろうが、俺は祈るような気持ちで武田に、武田の家の近くで苦しそうにしてる妊婦を見たんだ。俺は助けに行けないんだが、もし今お前が近くにいるなら様子を見てきてくれないか？というメッセージと、妊婦のいるであろう場所の住所を送った。すると武田からはすぐに返信が来た。俺は大急ぎでメッセージを開くが、内容は、了解の二文字だけだった。まあ、でも近くにいるって言葉だよな。近くにいるなら、あいつのことだし助けてくれるはず。そう思いながら、ほっとため息をついていると、おい、ジム向かうぞと、ちょうど若頭がコンビニから出てきたところだった。はい。俺は急いで若頭の元へ向かう。なんかいつもの水が売り切れてたわ。あれが一番好きだったんだけどな。そうだったんですね。残念ですね。まあ、水くらい何でもいいんだけどよ。そういやお前、ゲームでもやってたか。携帯必死で見てたよな。ああ、見えてましたか。そうなんですよ。ちょっとハマっちゃって。俺は内心ヒヤヒヤしながら、若頭にバレないよう取り繕う。幸い若頭は、俺の様子なんてそこまで気にしていないようで、バレる気配もないまま、ジムに着いた。ジムに着いてからは、いつも通り、おのおのトレーニングを始める。ランニングマシーンなどのタイミングが、一緒になることはたまにあるが、基本的には別行動だ。なので、心置きなく携帯をチェックできる。武田から何か連絡は来ていないかなと、こまめにチェックしてみるも、全く連絡は来ない。まさか、武田に何かあったとか。いやいや、さすがに一度にそんないろんなこと起きないよな。なんて考えながらトレーニングしてるものだから、ダンベルを落としそうになったり、ランニング中に転びそうになったり、危うく俺が病院に運ばれるところだった。お前、今日なんかぼーっとしてないか。この後の仕事大丈夫か？トレーニングを終え、シャワー室で会った若頭にそう言われてしまった。あと、実はちょっと寝不足と二日酔いで。なんだ、二日酔いかよ。次の日まで響くほど飲むんじゃねえよ。すみません。気をつけますね。あははと笑いながら、若頭をなんとかごまかし、ジムから、鷲ヶ島組の事務所に戻る。事務所に戻ってすぐ、若頭は組長に呼ばれて出て行ったので、俺はまた携帯をチェックすることに。しかし、やっぱり武田からの連絡はない。気になりすぎた俺は、もう一度武田にメッセージを送ることにした。武田何度もごめん。妊婦には会えたか。赤ちゃんは無事かな。そわそわしながら、武田からの返信を待つも一向に来ない。武田、妊婦と会えなかったのか？いや、でも会えてなかったら、そんな妊婦いなかったぞとか、連絡が来そうなもんだけどな。おい、お前やっぱ今日ずーっとぼーっとしてんな。二日酔いじゃないだろ。まさかあれか。あの道端で苦しんでた女のことを考えてたのか。気づくと、目の前に若頭が立っていた。どうやら俺は、若頭が戻ってきたのに、全く気づかなかったようだ。すみません。どうも気になってしまって。気にしとってしょうがないだろ。誰かが助けてくれてると思えばいいんだよ。いや、でも、助けてない可能性だってあるじゃないですか。そん時はそん時だよ。どうせ明日も同じ道を通るんだ。誰も助けてくれてなきゃ、明日も同じとこで会えるんじゃねえか。そんな縁起でもないことを言わないでください。はは、山田は本当、いい子ちゃんだよな。ヤクザとは思えねえ。俺はたちの悪い冗談を言う若頭に嫌気がさしながら、武田からの連絡をひたすら待ち続けた。しかし、結局その日、武田から連絡が来ることはなかった。武田、一体どうしたんだよ。俺はそう思いながら、枕元に携帯を置いて、武田から連絡があったらすぐわかるようにして、その日は眠ることにした。しかし、気になりすぎて全く眠れず、結局一睡もできないまま朝を迎えた。今日も昨日とスケジュールは一緒で、朝は若頭とジムにトレーニングに行く。もちろん、昨日妊婦がいた道も通るのだが、昨日若頭が嫌な冗談を言ったせいで、俺はその道を通るのが少し怖かった。しかし、その道には妊婦どころか誰もいなかったので、とりあえずほっとした。赤頭は相変わらずで、あの女、今日はいなくてよかったな。なんて言ってるから、正直気分は良くなかったが、昨日と同じようにコンビニに寄り、ジムに行ってトレーニングをした後、俺たちは事務所に向かった。事務所に入ってすぐ、顔面蒼白の組長が、俺たちの顔を見て走ってきた。お前ら、一体何してくれたんだ？組長は激怒しているが、俺は全く身に覚えがない。隣にいる若頭もそんな顔をしている。しかしこんなに怒っているんだから、ただごとではないだろう。俺たち一体何をしたんだ？昨日のこと、それより前のこと、何かしたっけ？俺は必死に考えるが、全くわからない。結局俺も若頭も、わけがわからないまま立ち尽くし、しばらく組長の様子を眺めていた。ああ、もう終わりだ。この組消されちまう。怒り疲れた組長が、か細い声で言った言葉に、立ち尽くしてた若頭がようやく反応する。すみません。状況が全然理解できていないんですが、何があったんですか？若頭がそう聞くと、組長は大きなため息をついた後、ゆっくりと話し始めた。お前ら昨日、道端で妊婦に会っただろ。妊婦？苦しそうにしていた女の人のことですよ。あの人、陣痛が来ていたみたいだったじゃないですか。ああ、あの女。産気づいてた妊婦だったのか。ああ、確かに会いましたね。でもそれが、どうかしましたか。どうかしましたかじゃねえんだよ。その妊婦はな、本家の対馬の嫁さんだったんだよ。あ、本家？対馬？すみません。対馬さんって、どなたでしたっけ？バカ野郎。対馬さんは本家の幹部だよ。俺は自分の血の気が引くのが分かった。お前らが来る少し前に、対馬本人から電話があったんだよ。しかもこの後、お前ら二人に会いに、ここに来るらしいぞ。対馬さんご本人がいらっしゃるんですか？ああ、俺が行くって言ってたぞ。俺は青ざめた。隣を見ると、若頭も青ざめている。どうやら俺たちは、とんでもないことをしてしまったらしい。どうしましょう。俺たち妊婦を放置したんだし、対馬さん絶対怒ってますよね。そりゃそうだろうよ。なんとかして言い逃れしないと。でも、もうここに向かってきてるんですよね。言い逃れなんてできませんよ。素直に謝りましょう。素直に謝ったって、許してもらえるわけねえだろう。そうですよね。俺はもうどうしようもないなと思い、逃げ場もないため、覚悟を決めることにした。若頭はまだ諦めていないようで、必死に言い訳を考えている。そして1時間後、対馬がやってきた。対馬は本部の幹部なだけあって、一目見ただけでオーラが別格だった。だけど表情を見る限り、怒っているようには思えない。それどころか、ニコニコしている。対馬は俺と目が合うと、よっ、君が山田くんか。と、めちゃくちゃフレンドリーな感じで、俺の方へやってきた。はい、僕が山田です。俺は戸惑いながら答えると、対馬は俺の肩をポンポン叩きながら話し始めた。いやー、武田くんに聞いた通り、子犬みたいな見た目だからすぐにわかったよ。あ、君のお友達の武田くん。俺の代わりにずっと嫁に付き添っててくれたんだよ。本当に助かったわ。そのおかげで、昨日無事元気な女の子が生まれたよ。ほら、写真見るか。ああ、はい、ぜひ。対馬が見せてくれた写真には、昨日の妊婦が赤子を抱えている姿が写っていた。そしてその隣には、疲れ切った顔の武田も一緒に写っていた。あ、確かに武田ですね。こんな可愛いお子さんと一緒に撮っていただけて、あいつも光栄だと思います。そうだろう。武田くんには二人の命を助けてもらったからね。一緒に写真を撮ってもらったんだ。ああ、もちろん。山田くん、君にもとても感謝しているんだよ。俺まだ武田から何の報告も聞いてなくて。ああ、武田くん、昨日はずっと嫁に付き添ってくれてたから、連絡する暇はなかったんだろうな。昨日、山田くんが武田くんに嫁の元へ行くよう連絡してくれただろう。その後すぐ武田くんは嫁の元に駆けつけて救急車を呼んでくれて、そのまま出産までずっと付き添ってくれてたんだ。俺には病院から電話が来たんだけど、仕事で遠出していたからすぐ駆けつけることができなくてね。嫁一人じゃ心細いだろうと思って、子供が生まれるまでそばにいてくれたんだよ。いやー、見知らぬ他人のためにあんなに頑張ってくれる子、久しぶりに見たよ。俺は武田くんみたいな子が大好きなんだ。それから山田くん、よく武田くんに連絡してくれた。君があの時、武田くんに連絡していなければ、今頃どうなっていたかわからないからね。ぜひ今度、山田くんと武田くんで、嫁と子供に会いに来てやってくれ。あいつら絶対に喜ぶから。それから二人にお礼もさせてくれ。いえ、お礼なんてそんな。奥様とお子さんには、ぜひ会わせてください。武田にも言っておきます。俺はハイテンションな対馬の話を、なんとか理解しながら、妊婦も子供も無事だったことにほっとしていた。そんな時、若頭が突如会話に参加してきた。奥さんもお子さんも無事でしたか。いやー、よかったですね。ああ、お子さんのお誕生おめでとうございます。若頭は対馬と同じくらいのテンションで対馬に話しかける。しかし対馬は若頭の顔を見た途端、一気に表情を変えた。いやいや、君、何普通に会話に入ってきてんの。今、山田くんと話してるんだけど、俺はまだ嫁と子供が無事だったこと、子供が誕生したことを山田くんと喜びたいんだよ。君の処分の話はするだけでも不快だから、もう少し待っていてくれないか。あ、処分。何のことでしょうか。とぼけても無駄だよ。昨日のことは全部嫁から聞いている。もちろん君が嫁を助けようとしなかったこともね。それを聞いた若頭は、またしても顔を真っ青にする。俺は少し気の毒に思いながらも、まあ自業自得かなと思い直して、二人の様子を伺うことにした。昨日は嫁にとって大変な一日だったから、俺が病院に着いてから、嫁は事細かくいろいろ教えてくれたんだよ。その中には、もちろん君の話もあったよ。助けようとしてくれている山田くんに、放っておけよって言ったそうじゃないか。ああ、いえ、そんなつもりはなくて、酔っ払いか何かと思ったので、放っておいても大丈夫かなと思いまして。そうだとしても、助けようとしている山田くんを、わざわざ止める必要がどこにあったんだい？二人でジムに行く予定があったので、少し焦っていまして。ああ、君は人助けよりジムに行く予定を優先したかったんだね。いえ、そうではなくて、こんな可愛いお子さんがお腹にいると知っていたら、絶対に助けたんですが、妊婦じゃなければ助けないってことかい。ええ、そういうわけでもなくて。じゃあ、どういうことなんだ。ああ、お子さん、私もぜひ会わせていただきたいです。絶対実物の方が可愛いですよね。何を言ってるんだ。お前なんかに、俺の可愛い娘を会わせるわけがないだろう。それよりお前には、もっといいものを見せてやろうと思ってるよ。なんでしょう。まあまあ、そう焦るな。今のうちに、ここがどれだけ幸せだったかを噛み締めておくといい。それはどういう意味でしょうか。お前はもうここにはいらない人間だから、この後、俺についてきてもらうからな。そうしたら、もうここには二度と戻れないと思え。そんな、許してください。許すも何も、俺は別に何もされてないよ。許して欲しければ、俺の嫁と子供に謝罪するんだな。まあ、絶対に合わせないけどな。もう一度チャンスをください。そんなものあるわけないだろう。今回のことで、お前の懐の狭さも分かったしな。お前は、鷲ヶ島組の若頭にふさわしくない奴だったのに、運だけで若頭になっちゃったものだから、ふんぞり返って周りも見えなくなっていたんだろうな。しっかり反省するべきだ。今度こそ、お前にふさわしい場所を用意するよ。そんな。若頭はそう言って、膝から崩れ落ちた。ったく、誰がこんなのを若頭にしたんだか。津島は、ふーっと大きなため息をついて、タバコを買ってくると外に出て行ってしまった。俺は、これから若頭のいない生活が始まることに、ワクワクしていたんだけど、ふと、誰かにズボンを引っ張られていることに気がついた。引っ張られている方に目を向けると、なんと若頭が俺のズボンにすがりついていた。山田、頼む、助けてくれ。頼む、俺がどうなってもいいのか。いや、そんなこと言われましても、下っ端の俺にはどうすることもできないですよ。そんなことない。お前、津島さんに気に入られてるじゃないか。お前から津島さんに頼み込んでくれよ。気に入られてるのは武田ですよ。俺はただ武田に連絡しただけですから。そんなことないって。なあ山田、お前はまだ入ったばかりだから、俺が津島さんに連れて行かれる場所が分かってないだろう。まあ、ちゃんとは分かってないですけど、俺が連れて行かれるのは、本物の地獄か、生き地獄のような日々が続く場所かの、どっちかなんだよ。ああ、そんなところに、俺を連れて行きたいのか？いや、連れて行きたいとか、行きたくないとかじゃなくて、俺にはどうしようもできないんですってば。そんなことない。お前にはできる。なんとか対馬を説得してくれ。頼む。ただいま。何してるの君。俺のズボンを離さない若頭にうんざりしてると、いいタイミングで津島が帰ってきてくれた。ああ、元部下にすがりついてるの、情けないね。山田くんも迷惑そうだし、見てて不快だ。離れなさい。津島に低い声でそう言われ、若頭はビクッと肩を震わせて、俺のズボンを離した。若頭としてのプライドで潔く身を引くと思ったら仕方ない。見苦しい君に最後のチャンスをやろうか。はい、お願いします。じゃあ、今すぐお前の下についてた奴らを集められるだけ集めろ。タイムリミットはそうだな。1時間だ。わかりました。若頭はそう言うと必死で電話をかけまくった。俺はこんなに必死になっている若頭を初めて見た。そうして1時間後、思っていたより多くの人が集まり、事務所はとても窮屈になっていた。みんな、なぜ集められたのか分かっていないため、ざわざわしていたが、津島の、みんな、忙しいところ集まってくれてありがとう。という声で一斉に黙ったので、俺は改めて津島の偉大さを痛感した。みんなに集まってもらったのは他でもない。ここにいる若頭の処分についてだ。こいつは許されないことをした。だから俺が今日こいつを連れて行く。もうお前らと会うことは二度とないだろう。だけどここにいる誰か一人でも、バカ頭じゃなくなったこいつの面倒をきっちり責任持ってみるという奴がいれば、こいつをここに置いていこうと思う。どうだ？誰かこいつを引き取る奴はいるか？対馬の話が終わると、みんなはまたざわざわし始めた。若頭は土下座しながら必死な形相で、相原、頼む！今野、頼む！宇都宮、頼む！誰でもいいから頼む！とみんなに頼み込んでいる。でも、引き取りたいと手を挙げる人は一向に出てこない。誰もいないみたいだね。待ってください、対馬さん。みんないきなりのことに動揺しているだけです。もう少し待ってくれれば、誰かが手を挙げてくれます。まだわからないのか。お前はな、若頭って肩書きがなくなっただけで、みんなに見放されたんだよ。対馬は、若頭を見下ろしながら続ける。そもそもお前は、その程度の器しかない男なんだよ。諦めな。そんな。若頭はついにボロボロと泣き始めてしまった。そんな若頭を見つめるみんなの目は冷めきっている。よし。じゃあ、いい加減行くか。立てよ、ほら。対馬に無理やり立ち上がらされた若頭は、よろうろしながら歩き出す。山田くん、最後に何か言っとくか。ああ、じゃあ、若頭、今までお世話になりました。ありがとうございました。おお、元気だな、山田。若頭は、そのまま対馬の車に乗せられ、対馬と共にどこかへ行ってしまった。やれ、やっと行ったか。組長、いらっしゃったんですね。止めなくてよかったんですか？いいんだよ。正直俺もあいつには手を焼いていたからちょうどよかったんだ。そうだったんですね。こんなにみんなに嫌われていたなんて、俺ちょっと若頭が不憫に思えてきました。じゃあ、お前が引き取ったらよかったじゃないか。ええ、それは嫌です。そうだろう。みんなそんな気持ちだと思うぞ。なるほど。それにな、みんなに嫌われるってことは、あいつ自身がみんなを大切にしなかったってことなんだ。自業自得以外の何者でもないんだよ。組長の言葉に、俺はとても納得した。そして俺自身も気づかない間に周りの人を存在に扱っていないか不安になった。俺、いつも組長には感謝してます。一生ついていきます。なんだいきなり。媚びを売っても何も出ないぞ。それより仕事に戻った。組長にそう言われ、俺は仕事に戻ることに。他のみんなもいつの間にか仕事に戻ったらしい。若頭がいなくなっただけで、他は何も変わらない、いつも通りの事務所だった。その夜、対馬から電話がかかってきた。よう、山田くん。寝るところを邪魔しちゃったかな？いえ、全然大丈夫です。どうかしましたか？若頭のことなんだけど、君は優しそうだし、気に病んでないかと思ってね。あ、正直どうなったのか気にはなりますが、聞かないでおきます。それがいい。あいつのことは早く忘れるんだな。はい。落ち着いたら、ぜひ子供に会いに来てくれよ。はい、もちろんです。武田と一緒に行かせていただきます。待ってるわ。じゃあ、おやすみ。おやすみなさい。対馬の電話が切れたのを確認してから、俺は眠りについた。翌日、事務所に行くと、やっぱり若頭の姿はなかった。みんな集まってくれ。と組長に言われ集まると、新しい若頭を紹介された。前の若頭と違って、今度の若頭は優しそうな人で、一人一人に挨拶をして回っている。俺も挨拶を済ませ、仕事を始める前にタバコを一本吸うことにした。いつもタバコは若頭と吸っていたので、吸うたびにどうしても若頭のことを思い出してしまう。俺は思い切って若頭に電話してみることにした。今どうしているか分かれば、こんなに若頭のことを思い出すこともなくなるだろう。しかし電話はつながらなかった。電源が入っていないか、電波の届かないところにいるらしい。諦めてタバコをしまい、仕事に取り掛かると、近くの席からひそひそと話し声が聞こえた。なあ、若頭どうなったか知ってるか？知らないな。お前も知らないだろ。なあ、でも噂では、対馬さんに連れて行かれた奴の処分は決まってるらしいぜ。どんな処分だよ。対馬さん本人は左遷って言ってるらしいけど、実際は地図にも載っていないような無人島に連れて行かれるらしい。それって島流しってやつじゃ。ああ、しかも絶対にその島からは出られないらしい。だから一度その島に行ったら、もう終わりってことだな。怖え。ああ、でも家族いる人とかどうするんだろう。家族のことは、組が責任を持って面倒を見てくれるらしいぜ。まあ、その代わり、本人がどうなったかは聞かない約束みたいだけどな。怖すぎる。対馬さんに目をつけられないよう、俺も気をつけなきゃな。うん、お互い気をつけようぜ。俺はその話を聞いて、その噂が本当だったらいいなと思った。若頭は家族がいないので、どんな地獄に行っても悲しむ人はいない。とはいえ、俺はどこかでずぶとく生きていてほしいとは思っていたから。若頭に無人島か。めちゃくちゃお似合いだな。俺は思わず声に出してそんなことを言ってしまった。周りの人もそれを聞いて、確かにとクスクス笑っている。何サボってるんだお前ら。笑い声に気づいた組長が、こちらを睨んで注意するが、そこまでは怒ってなさそうなので、俺は話を振ってみる。組長、若頭は無人島に行ったんですか？さあな、俺にも詳しいことはわからないんだよ。まあでもあいつ、最近毎日ジムに通ってたろ。無人島に行ったなら、もうジムもないだろうし、通う必要もなくなってちょうどいいかもな。むしろ無人島で強く生きるために、ジムに通ってたのかもしれないですね。そうかもな。まああいつなら、どこに行ってもずぶとく生きてるんだろうよ。俺もそう思います。だよな。まあ、だから俺たちは、あいつのことは忘れて楽しくやろう。ほら、お前のこと、新しい若頭が呼んでるぜ。組長に言われて振り返ると、新しい若頭がニコニコしながら手招きしている。その姿は招き猫のようだ。俺は、この若頭と仲良くしてたら、金運が上がりそうだな、なんて失礼なことを考えながら、新しい若頭の元へ走っていった。若頭がいなくなって数日後、俺は武田と病院に来ていた。対馬の嫁と子供のお見舞いだ。対馬の嫁は、俺と武田の顔を見るなり、二人とも来てくれたんだね。ありがとう。それからこの間は助けてくれて、本当にありがとうね。と泣きながら感謝を伝えてくれた。俺と武田は照れくさい気持ちになって顔を見合わす。対馬の嫁が泣き止むのを待って、子供を抱っこさせてもらった。武田は出産当日に抱っこしていたらしく、俺の抱っこを見て、下手だな。こうやって抱くんだよ。違う。こっちの手は首の後ろにしなきゃ、首が座ってないんだから。などとギャーギャー騒ぐ。どうにか抱っこできた子供を見ると、俺の腕の中ですやすや気持ちよさそうに寝ている。俺はその顔を見て、心底、あの時武田に連絡して本当に良かったと思った。武田はそんな俺をニヤニヤしながら見て、わかるか山田、俺たちが助けた命だぜ。なんて冗談交じりに言っている。そこで俺も、そうだな、これからも俺たちで守ってやろうぜ。と笑いながら返す。冗談っぽく言ったのに、本当にそんな気持ちになっているから、赤子って不思議なものだよな。おお、武田くん山田くん。来てくれたのか。対馬が大きな声と共に現れたため、子供はビクッとして泣き出す。ああ、もう、静かに入ってきてって言ってるでしょ。ごめんって。ほら、二人とももっと見てやってくれ。俺に似てるだろ。何言ってるの。この子は私に似てるのよ。そう思うでしょ。目は対馬さんにですかね。口は奥さんにじゃないですか。いいとこ取りしてるんですかね。そんな平和な会話をしながら、平和な一日が過ぎていく。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。